何これ。いやー何それ何これ。はい、キャメットチャンネルのジジケです。フロラビスです。はい、どうもジュンです。はい、レブラント2続きやっていきたいと思います。ラビリンス攻略編ですね。危ねえじゃあとりあえず、入っちゃっていいかな。どの画面でいくか。行ったね。お見える。あ、お前が見える、ちゃんと。これ大丈夫？なんか、なんか断末は聞こえたんだけど。おった。落下死したの？あ、なんかね、割れた、さっきの足場みたいな。あ、消える足場みたいな。素材だったね。なんか画角決めるかって何？どういうこと？違う、なんか、切り替わったの先が切り替わってんだよ。ああ、そういうことだったんね。そう。だから どこで行くかっていう。ああ。それなのに突っ込んで面白いから、ここだってところで一人ずつ行こうぜ。OK 。正解を探そう。じゃあ俺これで、ここで行く、ここで行く俺。さっきと一緒だ、ダメ。お前のと一緒だ、危ねえ。あ、でもチェックポイントある。切り替わった。多分ここ正規だわ。じゃあ俺ここ。じゃあ見えた。ちょっと待って、助けて。あ、多分これ帰れるわ。落ちた。何もなかった。どこ？あ、ここね。ちょっと待って。あ、俺戻っちゃった。とりあえずお前が落ちたやつが正規ルートで、ここに帰ってこれる。チェックポイントは俺とりあえず触れといた。あ、オッケーオッケー。とか、お前らの犬がなんか、主の匂いを辿ってなんかすごい、ここで、主みたいな、ここ死んでんのかよ。ここで主の匂いが途切れてるってなって。死んでんのか。なんか、俺のもう、出た瞬間落下させられたんだけど。俺の多分、反対側だった。なんだ、俺らがさっき、前回寄り道したところの、できたやつの反対側だった。何箇所あんのこれね。え、いや、なんか絶対あるっしょ。ここも、見たことないね。ここで行ったっての教えて。ここじゃないな。これは罠だろう。これ目の前に行ったとこじゃない？俺さっき違うか。違う、前に進んでいくやつだね。これかもしれない、俺行ったのだってこれさ、あれだよね、横になってるよ、ね、横になってる。でもう落下だね、そのまんま。あ、これがさっきだね。でも、まあそこ触れといた。やめろ。あ、これだ、これ。これいったんだ。あ、で、多分このタイミング、あそこ入れるんだよ。あのゲーム。今だ今だろ。いけ、いや、あ、惜しい。オッケー、入れた。あ、俺死んだ。俺枠に着地して死んだけど、セカンドチャンスもらいました。あ、そっか。行きます。一応こう。あ、そこだ。あの塔の上だ。行けなかった。行けた。あ、じゃあ、ここなんだ。後ろにあれがある。何これ。待って、今からアイテム取るから。ハート。加工、再加工された心臓。ドラゴンハートのパワーアップ版？ドラゴンハートだね、また。25秒間、毎秒体力5回引く。おぉ。加工、はい。そして、両方の武器に、ん？さっきの、あの、体力5を、体力はいとして、よくわかんねえな。ハイローゲージでしょ、多分。ハイローゲージの。え、減るってこと？違う、要はなんだっけ、模範の。変換によって死亡することはないだから、これ体力減るんだよ、多分これ。あ、そうなの？ハイローゲージで減るけど、モッドにそれが変換されるよってことじゃない？あ、そういうこと？あー、そういうことか。ハイローゲージをモッドパワーに変えてくれるってことか。多分そう。増えて。ちょっと俺ら助けてよ。増えて。また死んだの？俺思いっきり追いかけてったらそのまま落下したよ。俺は先に降りたら死んでった。感動チャンスなかったら俺死んでたからな。じゃあ次だ。次だな。楽しいなこれ。ガチャ。ガチャ。ゲートガチャ。これ、あ、これさっきのね。さっきのやつね。これ今のやつだね。ここぐらいのタイミングで行ったらいけっかな。これは？これ多分俺が行ったやつ。あ、そうなの。反対側。やばい、入っちゃった。
しかも、これはなんか、内側にもしかしたら、入った瞬間、足場崩れたんだけど。なくなるやつだろ俺が言ったさっきの反対側だよ。あ、これあれか。落下だね、それ。あ、え、足場ができた。できた。メンドさん見よう。俺ここ行っちゃおう。兄さんいや、なんか出てきた。ちょっと一人やだ。一人無理。あ、いや、敵がいるね。じゃあ、ちょっと強いやつら、二人が見てみて。ちょ、待って、アイテムだけ取ってくるわ。アイテムだけ取ってくるわ、俺これ。そしたら俺、チェックポイントで待ち構えてるから。あ、あった。あ、財布あった。これあれじゃない鍵で、鍵じゃない帰ります。待って、なんか他にもないか。ワンチャンあるだろ、これ。鍵ってことは行くあそこ。財布あったって、え？帰る。鍵じゃない？なんか刺すとこなかったっけ？刺せるとこあったよ。ハイファーロット。クラフト素材。クラフト素材だね。あ、クラフトか。鍵じゃねえんだ。うん。これでなんか作れるかもね。とりあえず俺あのミニ石のとこ帰ってきちゃった。あれ。怖かったから。さっきメロさんが触ったあのでかい石のとこに実際いる。あ、じゃあそこ行っちゃうかも。まだガチャする？いいんじゃない？行っちゃって。そこが正規か？財布アロット取れたし、これ別々の石触れたらどうなるんかな。どうなんだろうね。ダメなんかね。じいさんそこの石触れてみて。戦闘中誰か。メノさんか。じゃあ俺も触れられないってこと。なんかメノ戦闘中だ。メノさんの音楽安全ではない。確かに戦闘音楽になってるよね。逃げてきたせいか。意外と近くにいるってことなのかな。意外と近いんじゃないのかな。合流しよう。それだ。縦に動いてるやつね。あ、それ。ちょっと遅いな、でもこれ。間に合うでしょ。意外と猶予あるでしょ。いやこれボスじゃん。あ、触れた。あ、ボス切りそれ。そう、ボス切りこれ。ちょうどいいね。でも、サイファーロットちょっと見たくない。確かに。一旦帰るか。一旦帰ろう。いてー。触ったのに移動まで。ボスドライバー。エニグマだって。ハンドガン。エニグマ。ハンドガンか。ちょっとハンドガン弱えんだよな。あ、電撃。電気オブジェ。あ、壁みたいのあれだね。あれができんだね。ん？電磁フェンスみたいなのを作れるっぽい。うわ、超ステータス低い。撃つよ。作ったん？あ、作った。ハンドガン弱かったからさ、俺。うわぁ、あ、電線する。じゃあ、これあれじゃん。近くにめっちゃ敵いたらすごいことになるんじゃない？ね、全員でやればすごいことになるのかな。ねえ、全員でこれ撃ってたらなんか。で、なんかこのピンみたいなのを多分地面とかにさせて、そうするとその地面とそれが連結するみたいな。あ、別のところにもさせるでしょ。あ、じゃあ、この辺に、これ入れといて、こいつを撃つと、まあ、連戦しないのね。あ、でもここまで飛んできてるよ。おう。ワットソンみたいなのがいいんじゃない？俺もちょっと作ってこようかな。おう、いいんじゃないこれ。俺はハンドガン、いや、割と強いから今。一応見とくよ。見とくか？もう入っちゃった？いや、まだ大丈夫。もうね。ムービーか。ムービー見れないとあれだから。じゃあ、GGK。最後に行くわ。こういいっすか。伸びない感じないっすね。ダメのかよ。なんだろこれ。狭くね。ボスだね。でも音はボスってのを音してる。おお、そういうこと。そういうこと。なんかキラーンってなったよ。何これ。撃てはしないね。あ、なんか来たよ。うわぁ、痛い。マリーナが飛んで、うわ、ちょっと、そいつ嫌いなんで、ちょっとこの弾は任した。任せろ。無理だから。下の、チビども。チビは任した。待って、痛い。エニグマだと、すげえ時間かかるな、こいつら。弱点が発見してる奴らだと。あ、ね。行ってそんなにこのやっぱでけえのがさ火力異常。どこ行った。いいね、ここいいね。あ、残念。
ったんで。はい、終わった。え？おお、なんだ。ああ、なるほどね。こっちの、こっちの壁が。ああ、なるほど。じゃあ敵が。こいつがコアになるってこと最後。あ、ぜひ、いるぞ、この裏。あ、なんか赤いのがある。向こう。痛い。痛い。やばい、エニグマの出番が全くねえ。全然クソ、クソ武器だな。ピン石相手にはちょっと悪いな。どうしたの？どうしたの？どうしたの？かけてくれよ。まだ減らないってことはできんのかな、これ。あ、いる。なんか、え？いや、何でもいける。サボってんじゃねえぞ、お前。で、こいつ、一人だけ、ずっとしゃがんでるやついたね。陰キャいたな。いや、無理だよ。ああ、吸収した、吸収した。ああ、まだだね。え、このデッキの敵なんじゃないの、最後。あと2回ぐらい、ね。いったえ、なんか即死したんだけど、死亡者になったんだけど、なんで即死技だったってこと？いや、わかんない、なんか竜巻旋風脚みたいなのだったと思うよ。そんなに特殊なあれ、このチビにってこと？うん、マジかよ。さあ、じいさん VS 石。さあ、チビが登ってきてる。ダン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 。待って、マジでエニグマ使いね。巻き菱巻きたい。確かに。いた、上。多分俺。ナイス犬。弾がない。弾がないっす。僕の弾いっぱい合ってるぞ。いった。この石が2体いんのか、2体いんのつらいな。2体いかん。手抜きデザインのドボッテキ。ナイス。ナッシュ君だ。こいつの範囲広すぎんだよな。範囲広すぎ。縄跳び感覚で避けられんのかな。多分線が判定っぽいよね。あ、で、出た。でかいやつだ。マジか。出てくんのか。うわ、向き不向き。いやー、こいつは俺だったな。いやだ。じいさんやられてる人なのか。ちょっと敵がいすぎ。えぐいね。こういう系ね。ちょっとエニグマ全然特攻武器でもなんでもなかった。クソ雑魚だったな。俺もあれだ。アウチ。あ、10分経ってたらしい。倒してしまっても構わんのだろう。ああ、やっちゃってくれ。エニグマの可能性、ここで見出す。見出せなかった。オッケーオッケー。ナイスナイス。いって。もうちょいだね。何これ、ハマってる。ナイス。このでかいのが敵なんじゃないと思ってんだけど、違うかな。俺もこう思ってるんだけど。いや、もう向こう開いてよ、もう。あ、破裂した。あ、目標成功。あ、アンプリチュード。アンプリチュード。アンプリチュードか。あ、これ、クエストアイテムですね。びっくりマークついてる。やったぜ。アンプリチュードはなんだ？なんか。取って取って。範囲攻撃サイズ増加。マスターポータルの鍵。あ、これあれじゃん。なんだって？マイゴイサイズか。おー、これあれでしょ、最初開かなかったとこでしょ。あ、そういうこと。アンプリチュードは何だった。
範囲攻撃範囲とか。興味がない。じゃあ行くんかな。でも戻っていいのかな。このゲートから戻ればいいって感じ？ここじゃなかったよね。でも、おお、なんか来た。それ最初というか、この1個手前で。1個前か。右に行けばいいか、じゃあ。通じゃ挟む必要あったのかってレベルですけど。じゃあ、これあれか？エニグマ、エニグマだっけ？エニグマ、あ、特攻ですわ。いや、でもさ、岩系しか出てこなそうじゃない。岩に電気って全く効かなそうだよな。あ、ムービーが来ました。急に来た。おー、来ました。マスターキューブってやるじゃん。何これ。絶対エニグマ効かなそうなんだけど。あ、ちょっと3人いる。3人。潰されるんじゃない。デデーンって出るの。デデーン。これあれですね。これ全部壊せってやつですね。なるほどね。あか。あ、分かれるんですね。それずるいっすね。なるほど。閉じ込められた。誰が何個壊せるか競争ってことだな。はいってやつ。解散。あ、マジか。危ない。これ超危ない。いやー。エンディング。待って。あ、即死。壊れたとこにいれば大丈夫だよ。ああ、即死だった。即死だよ。エンドスだけだよ。ちょっと。頑張りな。なんだよこのサイみたいなゲーム。本当だよ。おお、なるほどね、そうなるんだ。ラビリンスの保証？保証？みんな、あ、入れた入れた。二回目で入れた。壊して。ちょっと待って、リロード入るんだよね。死んだわ。回避間に合わない。間に合わなかった俺も。え？お前だけだぞ。倒しちゃっていいの？え、これ空も？かな。何これ。ずるくない？何これ。いやー！何それ？何食らったの今？戸惑いが隠せない。じゃなかったわ。これまず地面、これ何？え、こいつら減るんかな？減るんじゃない？全部壊したら、全面壊したら減るとかある？多分さすがに減ってくんないとね。うん、あ、ジンさん死んだね。俺挟み撃ちにあった今。うっ、びっくりした。危ねえ。あ、そっか。あ、やよくね。あ、戻ってくんのかよお前。全面あるわけじゃないんだね。ちょっと見えないな。今見えたな。バリアがありがて、取ってもいいから。上のやつ狙えるかもしれない。オッケー。いてて、危ねえ。上一個やったよ。ナイス。ここはアンチですね。あれ、あいつどこにあるんだ、マジで。その上のやつ。見えない、俺の角度だと。こっちから見えるな。あ、でも隠れちゃった。なるほど、全く見えないね。そっ、帰ってきてた。オッケー。ナイス。はい。ここか、もう一個。オッケー。ナイスナイス。それでもうそいつ向こうかだね。うわ、来たこれ。あ、そこ大丈夫で、そこ、その位置なら大丈夫。で、そこ、アンチじゃないね。ずれないとか。今の俺、もう無理だったでしょ。今のは、そうね、ビームが消えかける方に向かうしかなかったね。なかったよね。あと、メノさんはその一個と、それどこにあんだ？上がね、まだいるよ、上。あ、ね。左の上のやつかな。ちょっと待って、痛すぎだろ。左上が一個。ま、その真っ正面の。あ、見えたね。あ、今見えたね。この右側か。レーザー来てる。守って。じゃあの。ああ、狙えなかった。俺、クソ痛えよ。復活した。
あ、それつ、それ、そこに、あ、惜しい。守って。守ってくれた。左のやつが、そうそう狙いんじゃね、上のやつ。ナイス。やっぱそいつだな。あと真正面のやつも、あ、こうやった。あれ、真ん中。あー、惜しい。でも、あと何個だ、ね、でも、もうちょいだね。もうちょいだよ、もう。ボスの体力。チャンス。オッケー。あと、この奥に見えてるんだよな。あいつか。あー、今見えたね。まだ。あ、惜しい。まだ。帰ってこないんか。あと何個あるかに、こいつがあと1個だ、あと1個だね、来るんだ、待って待って、もう回復がないから、回復やばいな、いやビーム来てるな、これそこだ、そこだ、ナイス、シミナクラム合流の新素材、合流のプリズム、また武器素材だね、何があるかわかんないから一旦戻るわ。まあまあまあ面白いボスっちゃ面白いボスだね。お前たち。芸術的な死に方してんな。なんかわーいみたいになって。もうあれだね。いい戦闘フィールドになったんじゃない？ あ、そういうことか。じいさんどこ行ったの？え、もう俺いるよ。あ、前にいるな。え、別れ道だけど、別れよう、ここで、じゃあな、2年後、チャボンディ諸島でチャンネルごとに別の絵を撮ろう、なんもねえな、ここチャンネルごとだけど、あの人の絵は撮らないんだよ。チャンネルごとだからさ。チェックポイントまで来ました、チェックポイント、チェックポイント、連戦でかいやつ、でかい、でかいか、じゃあ大丈夫だ、でもね、なんか奥にゲートがあります、ゲイト、ゲイト、まあ触んなくていいだろう、そうね、別に、行こう、変だな、あ、ほんとだ、え、ゲートつくのか、弾つうか、なんつうか、ね、なんつうか、ね、あ、弾か、弾だね、ムービー、え、あ、固まった、固まった、あ、ムービーか、ムービーか、焦った、連戦しすぎな、ちゃんとみんないる、誰かいる、誰かいる、まさかレナラだ、誰誰、目でかい、目玉の親父、うわー、 えこれボス戦、ボスっぽいぞ、そういう系、おっ、えっ、こいつやるじゃん、イルメンタイン、何してんのお前、お前やってる、多分合ってるはず、イルメンタインだっけ、何そのポーズ、なあ、ダサいからやめた方がいいよ、戦う感じ、あ、戦う、I know them. They're my friends. Please. あ、ちゃんと彼らになってるね、本当だ、 What are you doing here? おめえが何してんだよ、どうしたんだお前、こっちのセリフだわ、この目玉なんやねん、めっちゃ見てるじゃん、めっちゃ見てるじゃん、Well, you were pulled screaming into a giant crystal, soI kind of did. 意外と適応してるな。楽しんでんのこいつ。あとなんか情報によりますと、彼女、はい、ワンの DLC に出てるらしいです。あ、あ、ここで取り出したよ。おお。あの棒。あの棒。興味津々。めっちゃ自信。興味津々。ちょっと見すぎじゃないですか。取られた。ちょっと返してよ。頭痛い。だーい。じいさん、声キモい。そんな声だったの。キーパー。キーパー of what? 喋った。領域展開ってこと？すべての領域。神じゃん。食い気味に入ってきたね。世界をつなぐ場所。We got them out of Earth, but
the others. There is little time. System failure is imminent. This segment. どこでも言ってたんだっけ。ナイトウィーバーを倒したら、そうだ、くれました。何かを殺して、なんで記憶ねえんだよ。ちょっとさっき頭痛かったからさ。あれで忘れたの。全部忘れた。俺どこ見てんの今。話長いなみたいな感じで。英語わからないみたいな感じで。We could do it. We could end the roof. すごい、俺のムービー訪れしてる。ね、俺も訪れしてる。もっと必要だ。なるほど。ああ、これで各世界回るんじゃないですか。なるほどね。あ、じゃあ1個目の世界が終わったってことなんだ。1個目の世界が終わって、多分俺の初期だった世界とジジケの初期だった世界、それも結局それぞれ回らされるんじゃないですか。なるほどね。ワンと一緒っすね。俺の今日はジジみたいな顔してた。ジジみたいな顔してたね。眉毛も灰色だからさ。なんか年老いてたな。一気に老けたなお前。バイオームポータルの鍵。あれ？これ開くんじゃないですか、もしかして。これボツにならなくて済むんじゃないですか、あの探検が。なるほど。何これ、どっかに、ここには、はい、自分らで戻れってこと、これ。気が利かねえ目玉だな。まっすぐそこか。ちょっとあそこ行こうぜ、もう一回。どこ？あのアトラクション探検したとこ。ん？ボツになる予定のとこ。ああ、あのあれね、鍵が必要だったとこね。あれ開くでしょあれ。まあついていこう。わかんねえや。犬ちゃんマックスや本当に。なんだなあいつ。行こう。行くか。行くべし。隠しボスとかいるかもね。なんかいるんかな。なんかただで何かくれなそう。確かに。で、結局倒せなくて、なんか、ボツになりそう。その時が来たらちゃんと取ろうみたいな。え？あ、コンテナのあれじゃん。反対側のコンテナのとこだ。ちゃんと全ての世界に繋がってるんだね。取っていいですか？シカゴタイプライター。なんか弱そうな名前だけど。なんか、ポンプソン銃みたいな感じ。ここにあるべき銃なのかい、君。あー、あれだね。こういう感じですね。強いんじゃない？あー、ダメージがでもすげえ、銃か。80発だよ。え、俺のやつさ、弾素150のダメージ 19.2 なんだよね。弾速が速いのか、少し。俺のやつ。あ、ここにもなんかあるよ。あ、なんか鎧あるよ。何？鎧？お、レッド、マーク2。すごい、なんか、BGM がすごい。見て見て。お、かっこいい。目の様じゃん。のか？俺のより倍ぐらい硬いよこれ。でも倍ぐらい重いよ。見て。ぐらい重いよこれ。フルアーマー自陣。見て。何？何それ？ローリングできない。俺もできない。スライディングしてるからなんかすごい機敏に動けてるのかと思ったらそういうわけじゃないんだね。起き上がりがめっちゃ遅いんだね。だって俺でもダメってことはこれも使えねえじゃん。でもローリングする必要ない敵とかだった場合、ああまあみんなでこれ着込んでゴリ押すみたいなね。あのスライムとかね。ハベルだ、ハベル。ハベルだね。何？なんか書いてある？わかんない。なんかない。よくわかんなかった。他になんかない。こっからフォードに帰れたりしないかな。なあ、帰りてえよな。あ、これでいいじゃん。
そうね。ちょっとでも重いね、やっぱ。ああ、まあ107やばくない？ 107 やばいね。57だよ、俺の。これアーマーだけでもこれにしとけば俺。ここにそのアーマーのこと書いてあるよ。あ、そうなの？プロトタイプはうまくいったが、まだ改善する起点はある。現在のプロトタイプの機動性は理想からはほど遠いって書いてある。これプロトタイプってこと？これプロトタイプ、さっき2って書いてあったでしょ、アーマー2みたいな。あ、1があんのか。プロトタイプ 2.0 って書いてある。これ、あ、俺これアーマーだけ変えれば俺同じローリングでいけるわ。いくつからこれ赤くなっちゃうんだろう。腕とかどうや。黄色だったらいけるのかな。あ、いける。黄色だったら、俺はもともと黄色だったから。足は、足は許される。足は許されないね。70までっぽいかな。あ、でも結構やっぱ重いんだな。全然違うね。俺緑だったからさ、重いんだもん。俺足以外装備できるわ。あ、俺頭だけ装備できる。ちょっとキャラ被るからやめてもらっていいですか。だって俺さ、結局さ、この防御力100ぐらい上がった。あ、マジか。193になってる。あれ、腕ついてるの？腕なんかついてないことになってる。これ何、最強じゃん。いいの？ぬるくなるよ、だいぶ。ダメだ。あ、マイクス今193.8。君らはちょっと遅いな。いや、なんか経路利にするなら、ああ、ギリ経路利でいけるところね。経路利って緑かな。わかんない、ずっと黄色人生だからわかんない。経路利緑。なるほど。でもなんか同じ黄色だけど、なんかちょっと遅い気がするね。気のせいか。158で黄色だね、俺これ。黄色で俺は特に。158？黒の。ああ、アーマーがってこと？うん。アーマー102で緑。うん、胴体は、まあさすがに胴体は、そう。顔がダセえなぁ、タコみてえで。タコの足みてえでダセえ。胴体を変えれば、なん、もっとあれだけどな。上昇値的にはダメだ。緑じゃないと俺気持ち悪いわ。ああ、ダメか。あ、頭が一番いいんだけど俺、緑にしたい場合。頭、顔がな、顔がなってなっちゃうんだよな。三人同じ顔はちょっと絵的にな、ちょっと絵的にアウトだよな。あー、惜しいな。これをつけた足が意外と重いんだよな。足が意外と重いね。これでいいか。なんか顔が意外と軽いんだよな。やっぱそう。なんか腕のコスパがあんま良くないね。腕のコスパ良くないね。うん。ね、腕か俺頭だけなんだつけれるの。とりあえず腕だけでいいか。97。これで足つけたらどうなの？今までいくつだったの俺。ね。そもそもね。今まで。あ、いけるいける。足でいける。119。まだ84。112。119。今までは俺もっと低いのか。今までは88。だいぶみんなこれで硬くなったね。硬くなったね。もう帽子やめてんの？いいっすか。帽子取りたい。帽子ダサいよね。あいつが売ってないん。ああ、そうね。あいつに話しかけるか。これどうやってんの？問題は。来た、あれ来たゲートどこ？え、ゲートから行けんじゃない？これ帰れるん？あ、封印されてる。でも、行けるね。通れるし。行けるんか。はい、というわけで、まあ、ラビリンスを攻略したのかな？そうですね。はい。まあ、一応そうですね。謎の目玉とクレメンタインに会って、女に再会し、はい、鍵を落とす。次は防具も強化し、何を強いられてるんですか俺たち。わかんない。次の目標は違う世界に行ったって言われたよ。
違う世界、ついに、旅立ちの時なんか取ってこいみたいなこと言われて、巨大な光の弾が、ね、棒がね持っているよみたいな ね、 そ う、 ねそうそうそう、セグメント集めろって言われたんで、まあこれから多分別のワールドに移動できるようになるのかな、多分。なるほどね。で、まあ他の世界を旅しつつ、また弾棒を集めて相手に捧げるみたいな。なるほど。で、多分あいつがラスボスですね。はい。あいつ、こうそうっすよね。どう見てもそうっすよね。こいつが多分左目なんですよ。あ、なるほどね。右目。右目が出てきて、このサイズの敵嫌だな。嫌だな。はい。というわけで、まあ次回、続きやっていきたいと思います。はい。はい。では、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。